どうもこんにちは、高田直久です。今回も、技術解説シリーズやっていきたいと思います。今回はですね、大外すかし、大外返しやっていきたいと思います。何それって思うかもしれないんですけど、この前の、2023年のグランドスラム東京で、僕がイタリアの選手と準々決勝かやった時に、もうマジでやばい逆転勝利だったんですけど、最後決めた技です。相手が大外刈りに来てて、相四つで、それをすかして投げるっていう技術なんですけど、まあ、これまぐれっぽく見えるんですけど、僕練習でも結構やってて、反復練習とかもやってた技術なので、ぜひこう皆さんと共有したいなと思います。これができるようになると、まあ、体の使い方であったり、体さばきっていうのも覚えやすくなると思うので、ぜひ参考にしてみてください。まず理想の練習してた形をの投げ込みをちょっとします。からよいしょ、これが、まあ、理想なんですけど、実際に投げたシーンっていうのはこう入って跳ね上げる瞬間にという動きをして返しました。じゃあこれなんでできるのみたいな、これ特殊能力だと思われてるんですよね。僕解説いきます。これは相四つに効きます。喧嘩四つでかけられた時に足上げようと思ってそのまま投げられちゃいます。なんで相四つ限定です。相四つってこう組み合うとどうしても投げられたくないっていうので、こうなりますよね、頭下げで、ここで足だったり大外だったり、まあ、一番入りやすいのが大外なんですけど、でその大外を透かすっていう技術です。なんで、まあ、組み手は五分五分、いいとこどっちもいいとこ持ってる。でしっかりと引き手で相手の釣り手を押さえててください。で釣り手もちょっと手首をこうなってる時にちょっと手首で、完全に殺されちゃうと使ってないんで、ちょっと手首で、手首立てて、自分も体重かけるような感じで、で相手も体重かけて、っていう、この引っ張り合いの状態を作ってあげてください。で次なんですけど、相手が大外をかけてくる。まずこれを感知しないといけないんですよ。っていうのが、しっかりと引っ張り合いをしてると、相手が入るときにちょっと浮くんですね。そこで感知してあげる。これがあまりにも離れすぎ、足同士が離れすぎてるとちょっと分かりにくいので、膝だけは少し当てといてください。そうするとこの膝の動きで相手がこれを外さないといけないんで、外すときに少し大きく回ることになります。で時間も稼げますし、反応しやすくなるので、ちょっと膝当てておく。で入ってきたところに対して足の動きはこういう動きです。このままこうやってやると引っかかっちゃうんで、こうなったらこういう動きです。ただこのまま後ろに下げないで、こう入ってきたところに対して内ももをつけてあげる。内ももをつけてあげたら、あとはよくそういう釣りでやるんですけど、引き手を上に上げて釣り手を下に落とす、まあ、ハンドル切り替えみたいな感じで、こういう回し方で相手の力を利用しながら回します。でこの時にできればここから自分の体を回してあげると1本取れるんで、これだけだとやっぱどうしても大外来た時にこれだけだとここで終わってしまうんで、しっかり来たところに対してここまで行ったらこっちまで回ってあげるっていうことが大切です。結構これ難しいんですけど、まず練習としてこの相手の大外を感知するっていうのが一番難しいところだと思うんですよ。なんで練習でこの、まあ、最初内ももでいいや、内ももを合わせてこう回すのと、相手が足を離した瞬間にこう感知するっていうのを練習すればある程度
できるようになるので、これができるようになるとこの止まってる状態、相手がまあ軽く凹凸かけようかなって思ったのに対しても全力で回避に行けるんで、相手からすると予想外の動きになるんで、まあ最強にかかりやすいという、そういう仕組みになっております。むずいっすねこう大外来たのに対してこう回るんじゃなくて、これ大外来たのに対して寄ってくるんですよ。寄ってって押してくると、そこがを間違えるともう潰れるだけで、もちろんその最初は難しいんで、大外来たのに対してかわしてバンって崩して、ここから締めの練習とかでも全然いいとは思うんですけど、大外を透かして投げるっていうのは、あの投げるってなったら、ここから前にこの内ももで相手が大外買ってきて、こっちにこうシュッてなってるところにさらにこう勢いつけてあげながら入ってくるっていうのが結構大切になります。ちょっと難しいですよね、これは。難しいんですけど、あの僕が思うに、あの小学生とかの時もこの内もものやり合い、まあ、喧嘩打ちでもそうなんですけど、あのこの感覚っていうのは絶対に必須だと思ってて、強い選手っていうのはやっぱそこで相手の重心を読めてるので、まあ、練習に取り入れてもいいのかなと思います。こう相四つでこのこれと、相手が例えばこのじゃあ桃を出してきたらこっちで返すのと、このやり合いっていうのを、こういうやり合いっていうのを、まあ、練習の中に入れると、さらにあの重心の読み方とか柔道の深いところをこう体に身につけられるので、ぜひやってほしいなと思います。一本取りに行くのが大切なのが、大外来てこのここに、あ、ごめんごめん、ここに反応した後に、もちろんこの肘を、相手の肘を上げて頭を下げてあげる、ここにもう一歩入れると力いらないですね。ここだけ入れてあげれば最後まで。ただこれがここまで入れないと自分の回しきれる範囲っていうのもちっちゃいんで、これを腰入れるとさらに回せるんで一本取れる。さらにあの相手はオーストかけてきてそのままの勢いなんで返しやすいっていう仕組みになっております、この技は。これめっちゃ難しいですけど、結構応用だ、応用だけどやってることは、まあ、柔道なんで相手の力をそのまま利用するっていう、ただ自分がこう技をかけてイエイって投げるんじゃなくて、柔道のもう技って感じです。これぞ真髄です、相手の力利用してみたいな、ね、なんで、これできるようになったら他の技でも相手の力を利用して投げるっていうことが、できるようになると思うんで、ぜひやってほしいなと思います。今回のオーストスカシ、ちょっと難易度は高いんですけど、これさえマスターすれば相手の本当に動き方であったり、相手の力を利用するってことが、さらにできるようになると思うので、日々の、練習の前の、アップとかで、まあ、さっきやった、ね、内ももでこう勝負するとかをやってもらえるといいのかなと思うので、ぜひやってみてください。次回もこのシリーズ続けていくので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。